決まった。バッチリ決まりますね。はい、いやラッキー池田です。松井直美です。この固い握手は何だったんでしょう。バカなかこれぐらいで喜んでてはいけません。いよいよ始まりました、はい、ザ・ゲームシティ。はい、どんな番組かと言いますと、セットをご覧いただければお分かりの通り、一目瞭然とはこのことですね、はい、そうですね。これで料理番組したら怒りますよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、違います。芸能生活10周年ねえ、記念すべきこのゲームシティ。ゲームシティ、はい、どんな番組かと言いますと、はい、これから説明します、はい、今話題のアミューズメントスクエアの最新情報をいろいろな角度から切り取ってご紹介するという画期的な。なるほど、ね、はい、というわけでこのスタジオには、はい、なんとゲームがいっぱいこう置いてあるんですけれどもね、はい、全部は持ってくることはできませんね。そうなんです、そこで番組のレポーターが登場します。たけちゃん、はじまるくん。番組のレポーターはですね、私桂竹丸です。まあ今日は初日ですからね、張り切ってまいりましょう。よろしく。いやだね、緊張してるね。よろしくっていうのがなんかいいですね。顔はほわかしてますけどね。そこで直美ちゃん、はい、我々の素敵なアシスタントを紹介しましょう。そうですね、はい、まあ後ろに控えておりますアミューズメントバニーです。桐林美恵です。北崎真也です。山本玲子です。よろしくお願いします。これですからね、はい、アミューズメントバニー、はい、略してアメーバ。そうですね、はい、よろしくお願いします。さあ、それでは早速始めましょう。はい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。俺より強い奴に会いに行く。ファイティングアクションゲーム、ストリートファイター2、スーパーファミコンで好評発売中。カプコン。友達を探し出せ、タイニートゥーンアドベンチャーズ発売中。コナミ。体の芯まで熱くなるランパート。コナミ。さあ、ゲームシティ、まず最初のコーナーは、はい、15分1分勝負のクォーターバトルです。はい、まずは本日の入場者にね、はい、あ、ごめんなさい、出場者に入場してもらいましょう。どうぞ。1番清野孝明さん、2番木田茂さん、3番石橋慎介さん、4番山口哲政さん、5番加藤誠さんの5人ですが、カルテはこちらの方に預かっております。先生、カルテと言いますと、はい、なんかこう病気ですとか、こういったこうなんか症状を持ってるんですか。そうです、どのぐらいゲームにハマっているか。でも今日の場合にはですね、皆さんゲーム歴1年とか半年とか、石橋さんのゲーム歴3日とかですね。3日です。まだまだ軽いですね、症状は。そうですね、石橋さん、はい、あ、3日。20歳です。20歳で、はい、なんかこう見たところちょっと危ないですけどね。全然危ないですか。実は龍馬の会に入っているそうなんですけど、龍馬の会っていうのは何でしょう。何ですかそれは。いや、別に何もやってません。お酒飲んで歌ってます。聞かなきゃよかったなって感じがしますが、皆さん大学生ですとか、こちらの方は山口さん、はい、なんとですね、ミッション系の小学校から高校までの一貫教育だったそうです。あ、へえ。ゲームはどれぐらいやってますか。いや、ちょっと先生は厳しいんで、まあ、10回ほどということで。あ、そうですか。今日はですね、なかなかいい戦いになるかもしれないですね。はい、粒寄りの人たちを揃えてみました、そしてこの5人に挑戦してもらうのが今話題の、はい、ストリートファイター2ダッシュと、はい、こちらにありますからね。はい、解説の方はですね、はい、ストファイの権威、カプコンの西口さんにお願いします。はい、西口さん、どうぞ。皆さん、早速こちらの方に
ね、はい、どうぞゲームのスタンバイをしてください。はい、西口さんにはですね、どうも西口さん、はい、よろしくお願いします。あのゲームの内容とかですね、そうですね、いろんなものを、まずはあの私たちよくわからないんで、はい、まずは西口さんから。これはね、実は巷でね、今もうガンガン盛り上がってるんですよ。ね、そうですね。ストリートファイター、一つって言いますね、はい。どういったところが魅力なんでしょうか。あのゲーム内容なんですけど、はい、もう本当皆さんは知ってると思うんですが、あの12人キャラクターがいまして、はい、あの本当いろんなひたすら使うキャラクターなんですけど、はい、その中から好きなキャラクターを2人選びまして、はい、で残りの11人が敵になるんですよ、で11人を倒していくっていうゲームのストーリー、あの進んでいくんですけども、私もさっきちょっとやってみたんですが、怖いですね、キャラクターが。インド出身のこう手が伸びるやつありますけど、はい、怖がっちゃってゲーム離れちゃったんですよ、あの可愛いキャラクターもいますんで、いますよ ね、はい、ね、女の子なんかもあったりなんかして、ね、それであのポイントっていうのは、はい、攻略法というかですね、そうですね、1対1の戦いになりますんで、はい、もういかに自分のペースで戦うかっていう感じになると思うんですよ。相手に攻撃されたからって言って焦らずに、あの防御もちゃんとしなくては攻撃だけじゃ勝てないかなっていう、上に飛んだりしゃがんだりとか、そうですね、いろんな手で、あの手この手で、あと今日は一体どういった感じでこう勝負を決めますか。本当ならですね、あの対戦で勝ち抜きといきたいんですけども、ね、ずっと勝ち抜いてやっていきたいんですが、ちょっと時間の関係もありますんで、はい、あの15分間ですね、はい、あの時間内であの一番得点の高い方が優勝っていう形にしたい、始めていただきましょうか、はい、それでは用意スタート。さあ制限時間は15分、皆さん始まりましたでしょうか。西口さん、はい、いろいろ見ていきましょう。制限時間15分ですよ、はい、じゃあ1番の清野さんから見ていきましょう。はい、清野さんは誰を選んだんでしょうかね。西口さん、これは日本代表のケンっていうキャラクターなんですけど、ケン、はい、あ、この柔道着を着ているのがケンですね。赤い柔道着着てる金髪なんですけど、はい、日本代表です。この清野さんの戦いっぷりはどうですかね。あのもう少しで敵を倒、あ、今勝ちましたね。今しましたか。昇竜拳という必殺技で倒しましたんで、赤い方が清野さんですか。そうです、私はてっきり白い方だと、もう負けちゃったのかと思って今待ってましたからね、今のところはね、はい、なかなか必殺技持ってるみたいですね、この石橋くんは、はい、ゲーム歴3日なんです。あ、まあ、たった3日ですからね、はい、どこまでこうやれるかっていうのは。どうですか今はもう負けそうなんですけどさすがにちょっと3日じゃね、でもあのなかなかうまく扱ってますよね。そうですか。さあ、ね、次のコーナーはですね、はい、快感、共感、体感とね、ゲームエクスプレスだ。ポポポポ。ゲームエクスプレス。竹丸ちゃん。君たち。ごめんね。ゲームエクスプレスの時間がやってまいりました。はい、今週登場いたしますのはですね、R タイプレオです。知っとるあんたたち。まあ、もう私ね知ってますよ、ただレオは知らない知らない、でですね、あのそこのとこをバツチリとチェックしてもらうためにですね、アイレムの高津さんにお越しいただきました。こんにちは。どうもどうも、どうも、とりあえずあのゲームやってみましょう。はい、はい、これはまだ発売前なんですか。これはね、あの11月発売で来月ですね。じゃあ早速見られるってわけですね。とりあえずもうそろそろ発売のこのあの、マドンナでやってみたい、はい、出たこれ私ね、2ですか、よくやりましたよ。あ、そうですか、これがね、一回当たっちゃうとね、もうおじゃんだからね、結構怖いんですよね。おい、いけよーし、やっぱ早いな、これ。あーっと取った、いけよし。あ、私これ知ってる。今度曲がる。なんで始まる前だよ、これ。スピンだ似たようなの知ってる。これ当たっちゃダメだからね。これやっぱシューティングでこれすごいの、これ。あ、すごい。あ、知ってる、知ってる。竜みたいなの出てきたりしませんか、これ。竜、あの昔のはね。あ、出て、ほら。もう出ちゃった。ほら、これ今回は早いですね、これが出るのが。もう最初からね、演出をもうどんどん出しちゃおう。音出てくるの早い。綺麗だわ、これね。これ今このボタンをね、ずっと押してると前にこう、あのこれホースを。ほら出た、これでしょ。これね、ナミちゃん好きなやつ。そうそう、いや好きじゃないですよ。知ってる人だけです。作ったことあるし。やだ。新しいタイプのおすすめなところってどこですか。おすすめがですね、この あの攻撃方法なんです。今まで攻撃方法やってますけどね、今まではね、あのこれ一つだったんですよね、でこう二つになって、このまま あの敵を察知して、このまま敵をやっつけてしまう。あ、今、ミサイルの数も多いですね。ミサイルもね。あ、楽しみですね。楽しみですね、これは。ちょっとこっち、ラストクイーン。あ、
はい、ご紹介いただきましょう。あの好みのですね、小原さんです。どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、このですね、ラストクイーンの遊び方なんですけど、はい、どうやるんですかね。ですね、まずベッドでですね、自分のかけるメダルをかけてもらって、はい、1枚ですね、はい、それでスタートボタンを押してもらって、これですね、はい、はい、で、よくですね、トランプを見ていただいて、最後にめくれたクイーンを当てていただくんですよ。あ、最後にどれがめくれたかを。外れちゃった。最初から外れちゃいましたね。悲しい。じゃあもう一回、もう一回かけて、トンと。これ、あの当たりですね。よし、まあ、1回目はね、まあ誰でもできるよ、このものは。ね、その腰やめてくれる。この残像、悔しい。一回ダメになっちゃうとゼロになっちゃうからね。足やめてくれる。おまた当たってます。あ、面白い。お前は頭使わねえの、立派だわ。でもこういうのができるってすごいですよ。野生の勘ってやつ。野生の勘、余計なんかあの上塗りしてるじゃないですか。というわけで我々ちょっとやってみましょうか。そうです ね、その前にですね、はいはい、新作ビデオ、ビデオ、新作ビデオゲームの方を、ご紹介したいと思います。はい、じゃあ VTR キュー。さて、まずは本宮浩司原作の天地を喰らう2、石壁の戦い。今回の第2弾では5人の中から1人を選んでプレイすることができるだけでなく、連続技やつかみ技など格闘部分が一段と強化されているとか。さて、新作の2本目はメジャータイトル2。プレイモードは3つあって、4人プレイが可能な本格派ゴルフゲーム。ストロークプレイとスキンズゲームは4人まで一緒に遊べるんだそうです。2人だったらマッチプレイがおすすめ。プレイヤーキャラは4タイプのゴルファーから選ぶことができます。ラッキーさん、後世出る前はこういうので練習するといいんじゃないですか。はいはい、いいですね。ハーフ終わったらみんなでビールかなんか飲んで、そう、カレー食ってね。そう、後ろ詰まってますからとかって言われてね。楽しそうですね。そうですね。それではここで、はい、ちょっとコマーシャルです。なんとルーレットで君の人生をかけるとな。まあ人生いろいろ楽あれば苦あり、くじけちゃいけない、どこまでやるさ。面白おかしく笑って進もう、大爆笑人生劇場。人生は自分で切り開いていくんだよ。スーパーファミコンソフト、大爆笑人生劇場、近日公開。こうしてこう振り抜く。スーパーファミコンソフト、メジャータイトル。アイレム。いや。バイクの検査、オンラインスキー。カンナ。バイクの検査、オンラインスキー。カンナ。イエイ、傷ちいことしねえかい。バイクの検査、ゲームを一本。カンナ。アイレム。戦うために生まれし者たちへ、ヒロイック RPG 誕生。スーパーファミコン用ソフト、ヒーロー戦記プロジェクトオリンポス、バンプレスト。超過激対決、ここに極まる。スーパーファミコンバトルサッカー、バンプレスト。さて、続いてはたっちゃんクラブ。というわけで、はい、たっちゃんクラブっていうのはどういうものかと言いますと、はい、ゲームの達人とまではいかない、まあ、その人たちをですね、たっちゃんって呼ぶことにしたんですけれども。なるほど、そうだったんですか。そうなんです。私何も知れなかったんですよ。そのたっちゃん型のために攻略法を教えちゃおうっていう、まあ、マルトクコーナーとでも言いましょうか。マルトクコーナーですね。はい、もう待ちに待ったマルトコーナー。そうです。で、今日取り上げるソフトはですね、はい、超時空要塞マクロスと。はい、この要塞っつのをね、私羊羹って呼んじゃいましたね。
大恥をかいたんですけど、まあマクロスで、はい、これなんですけれども、そうなんです、このゲームの攻略法を教えてくれるのが、はい、たっちゃんクラブ名誉会員ゲームメストのダラス大森さんです。どうぞどうぞ大森さん。さあゲームメストのダラス大森さんに、大森さん、これからマクロスを、はい、マクロス、ようかマクロスを、要塞ですね、はい、要塞です、はい、このゲームのポイントは、あ、ポイントですね、まあ、ずばり、まあ、このゲームはですね、まあ、全エリア通して、まあ、かなり、まあ、何ですかボンバーっていって、まあ、敵を一撃で、まあ、敵にかなりのダメージを与えることのできるアイテムがあるんですが、まあ、それが、まあまあ 全面通してかなり出るということで、まあ、別に、まあ、ケチることがないということですね、まあ、危なくなったら、まあまあ早めに使うというのが、まあね、あのよくほら大事にいろんなアイテム取っておく人いるけど、取っておかないとどんどん使っていいと。そうですね。あ、なるほどね。じゃあ何はともあれやってもらってもいいでしょうか。そうしましょう、ね、じゃあ大森さん、はい、早速、はい、お願いします。このうちで、はい、どうぞパッチャのために、はい、ちょっと見せてください。そうですね、はい、じゃあまあスタートしますと、はい、まあ、このように一応デモ画面というのが、はい、デモ画面ありますね、まずはね、はい、暗くてちょっと見えないので、どうしよう。ですね、何ですか。じゃあこれが一応ある程度このゲームを物語を語ってる、うん、まあ、あ、早送りはできないんですか。できますよ。あ、じゃあ早送りしてもらっちゃってね、はい、あ、ちょっとすみません、はい、ちょっとね、メガネは、ね、メガネを、さすが、これでね、気合を入れてやらないとね。あ、うわ、やばい、すごい、すごい、噂には聞いてたけど、それほどすごいすごい指。ボンバーって言いまして、ちょっとあと見てくださいよ。指がすごいんだ。ちょっとすごい。なんだこれ。今のボンバー、これがボンバーですね。ボンバー使いますね。はい、まあボンバー、まあ、まあ今回、まあ、ちょっと見せるということでね、もうかなり、まあ、無駄にちょっと使ってますけどね。隠れ技とかないんですか。そうですね。このゲームに言えばまだこの、まあ、序盤はあまり見どころははっきり言いますないです。はい。はい、序盤は序盤でも楽に超えてと。そうですね。まあ、とりあえず、まあ、敵を打ち漏らさないようにやると。今のボンバーですね。そう、いや、そうです、アイテムね、あれを取りますと、まあ、ボンバー増えます。うわー、すごい。いや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 、ねえねえ池田さん、見とれてる場合じゃないんですよ、はい、というわけでですね、はい、今日はあの超時空要塞マクロスの妖怪じゃないですよ、マクロスの攻略法は、なんとです、あのボンバーを大見に使うと。ケチがない。そう、まだ立っちゃう、ケチがない。というわけ で、ね、で、はい、よろしいですかね、はい、で一応これがボスになりますね。はい、というわけでたっちゃんクラブでした。さて、クォーターバトルの方も残り時間少なくなってまいりまして、盛り上がっているようですけれども、はい、続いてはですね、はい、アミューズメント野郎必見の今週のウォッチングでございますよ。はい、今週のウォッチングのテーマはですね、はい、この秋おすすめのデートスポットということなんですが、竹丸さん、はい、彼女と一緒に行ってきたんですか。やばいこと聞かないように。やばいこと、それちょっとね、僕ですよ、ね、まあ、とりあえず、はい、VTR 見ていただきたいと思いますけど。そうですね、はい、はい、見てみましょう。やってまいりました、地下鉄後楽園駅です。後楽園といえばですね、東京ドームに遊園地、近頃ですね、人気のデートスポットがあるというわけでもって彼女を待たせてんですよ。早く行こう。いや、久々にですね、後楽園に来たんですけど、だいぶ変わってんですよね。こんなことなかったような感じするし、結構ですね、あの若いギャルですか、待ち合わせなんでしょうね。結構来てじゃございませんですか。で、アミューズメントパーク後楽園、なんかあのおしゃれって感じしますね。あー、これ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 、おいおいおいね、あ、これ乗ったよ、すっごい綺麗だよ、夜。夜だ、うん、はい、楽しい空間がいっぱいあるんですけどもね、彼女と行くならやはりここでしょうね。おすすめです、じゃん、ジオポリス。この夏ですね、オープンいたしました地下遊園地なんですが、早速行ってみましょう。はい、ジオポリス。ジオポリスの意味はですね、地下遊園地、地下遊園地、勉強になったね。勉強になりますね。さあ、これからですね、やっぱカップルが多いですね。うん、特にね、みんなツーショットよね。うん、そう、入って一人は恥ずかしいぐらい恥ずかしい、恥ずかしい、一、うん、人で行く人なんて信じられないよ。いや、本当にほら、なんかさ、こんな近くにさ、浴衣、ね、が古いけど華やかな雰囲気ってなんですけどもね、こっちから入っていくんですね。いや、あの地上よりやっぱりなんか地下っていう方がですね、こう胸ワクワクする感じがしますね。これから何が始まるんだろうかって感じがするんですけどもね。振り上げてくんだけど、はーいって感じしますね。さあ、
これからですね、聞こえてきましたですね。おい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 って感じですね。さあ、さあ、見えるかな、すごい並んじゃってんの。でもね、これ少ない方では私がいつも乗って並んでた。そう、日曜日なんか待ち時間1時間以上かかっていったの。そう、私45分並んでた。これ、これ、これね、海底探検といってね、このね、椅子がですね、360度っていうかな、こう、すんごい臨場感、これ。ジェットコースターなんだけども、まあ、映像見ながらこう、ジェットコースターではないんだけれども、映像見ながらこう、椅子が動く。そうそうそう、頭いい。すごい。クレーンゲーム。2個まとめて。あなたたちまたすげえんだからね。僕も立ってはいますね。これはですね、バーチャーレーシングって言うんですけども、実はこれ F3 で走っていた車なんですよ。私ね、これ足がね届かないかもしれませんけど、やってみますね。では行きます。まあ入場料はですね1400円なんですけども、中にはですね1日券とかでセット券があったりするんですけどね。はい。いいですね。そう、はい、いやー、でもね、私もね、ジオポリス実は行ったことがあるんですよ。あなたも。そう、そしてあなたも。あ、私もありますよ、はい、楽しいですよね、うん、カップルで行ってないのはタケちゃんだけですよ。そうよ。グエーン、私、カミさんと行きましたから。カミさんと行きました、ですか。時間はね、大体10時ぐらいからやってるんですけども、うん、夜は春夏秋冬によってまた違うんですけども、うん、秋は7時で夏は10時とかいうパターンなんですけどね。ゲームがずらーっと並んでてね、爽快ですよね。はい、乗り物結構並びますけれども、はい、並んでる間にもあっちの方にクレーンゲームとかいろんなものがあったりしまして、ね、はいはい、楽しみなので皆さんぜひカップルで行ってらしてください。ぜひカップルでね、はい、で私の彼女は父産みました。何か来週は、はい、さて来週はですね、はい、人気 のクレーンゲーム、あ、さっきもありましたね、あれね、あのクレーンゲームをですねメッカーさんにお邪魔いたします。お楽しみに。わかりました。これはね、竹ちゃん ね百円玉いっぱい持ってた方がいいですよ。そうそう、いや、結構うまいのよ。あ、うまいんですか。はい、任しといて。漫画顔。どうやらクォーターバトルの結果が出たようです。さあ、それでは早速ですね、はい、ストファイ2の、ね、はい、結果をですね西口さん、どうですか、はい、発表してもらいましょう。よろしいですか。はい、チャンピオンがですね、はい、1番の、うん、はい、せーのくんです。あ、おめでとうございます。せーのくん、おめでとうございます。せーのさんにはですね、番組からプレゼントがあるんですけれども、はい、これがすごいんです。スーパーファミコンか、うん、PC エンジンデュオ、この2つのどちらかを、どちらかを選んで、ピンポンパンのおもちゃの木へ行こうって感じです。そうですね、スマホを選べるんですよ。知らないよ、そんなの。知らない。せーのくん、どっちがいいんでしょう。ですか。デュオの方で。デュオの方で。デュオ、はい、デュオと、はい、じゃあデュオを、せーのくんに送られます。はい、じゃあどうぞ。おめでとうございます、はい、さて、残るスーパーファミコンは誰の手に渡るかと言いますと、はい、特別賞ですね。特別賞ですね、はい、はい、その特別賞ってあったんですか。あるんですよ。なるほど、こちらも西口さん、よろしいですか。はい、どうぞ。ゲーム歴がたった3日の割には頑張ってくれたっていう、石橋君ですね。あ、なるほど。じゃあこれはタイトルは3日で坊主じゃなかったでしょうにしましょうかね。どうも石橋さん、おめでとうございます。どうぞ。はい、ありがとうございます。じゃあこれから頑張ってくださいということで、スーパーファミコンが贈られます。おめでとうございました。おめでとうございます。おめでとうございました。よかったですね。どういうリアクション。それではここで挑戦者募集のお知らせです、はい、クォーターバトルに出たいという方はこちらの宛先までご応募ください。住所、氏名、年齢、電話番号、そして挑戦したいビデオゲーム名なども忘れずに書いてください。自己 PR なども書いてくれると、もわべたよ。似てないから次のお知らせ言っていいですか。いいですね、はい、こんなところ取材したらどうですかというのがございましたらですね、はい、リクエストお待ち取ります、はい、スタジオに遊びに行きたいという方もどんどんこちらの方にご応募ください。はい、ご応募ください。はい、そろそろ時間の方が来たようです。あ、さて、うん、最後がね、うん、超目玉なんですか。もうこれからはこのゲーム、はい、やりたい放題し放題。やりたい放題し放題、そうよ、ね、じゃあ何やりますか。はい、なんかじゃあこれですね、はい、じゃあ皆さんそれぞれねゲームに行ってもらうということにしまして、はい、さあ読んでですね、うん、私はねトランプ。ああ、それを私が狙ったんですよ。私もやるよ。じゃあ一緒にやりましょう。そうですね、仲良く ね, 良くね、はい、よし、1回目ということで、まあ、グイーン。彼女を探しに行ったということで、ね、
おい。というわけで来週のこの時間にね、はい、またお会いいたしましょう。またお会いしましょう。はい、それじゃあ最後ですね、あのさよならの代わりに、はい、こうほらストファイ2の何ですか、あの決め技。昇竜拳。昇竜拳。昇竜拳で最後皆さんね、お別れしたいと思います。はい、よ、せーの、昇竜。やりなさいよ。なんで？いきますよ。せーの、はい、昇竜拳。おい、ちょっと。私ゲームやりますよ。昇竜拳。さよなら。あ、やるやる。スーパーファミコンソフトメジャータイトル。アイレム。イエイ、きずちいことしねえかい。大熊健さんゲームいっぱい。アイレム。戦うために生まれし者たちへ。ヒロイック RPG 誕生。スーパーファミコン用ソフトヒーロー戦記プロジェクトオリンポスバンプレスト。超過激対決、ここに極まる。スーパーファミコンバトルサッカーバンプレスト。俺より強い奴に会いに行く。ファイティングアクションゲームストリートファイター2スーパーファミコンで好評発売中。カプコン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。